に呼ばれたようです。スタジアムのマリーンズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローは9回逆転タイムリーツーベースの大峰選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。9回2アウト満塁の場面で回ってきました。どんなことを思いながら打席に入りましたか？いいピッチャーなので、三振してもいいやと思って初球からどんどん振っていこうと思いました。あの場面ですけども、ワンボールツーストライク追い込まれた上で放ったヒット、あの場面改めて振り返ってください。まあ、チェンジアップが来るかなと思ってチェンジアップを狙って打ちました。とにかく打つ方では軌道も大活躍、どうですか、かなり手応えというのもあるんじゃないかと思うんですけども。たまたまだと思います。はい、たまたまだということですけども、いい結果が出ました。残り試合も少なくなってきました。ファンに一言お願いします。これからも負けずに来年に向けてしっかり頑張っていきますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。今日のヒーロー大峰選手でした。昨日はねホームランもありまして、3本のヒット、今日はゲームの終盤に松井裕樹から、はい、もう割り切って打った、はいはい、それが良かったんです。